広島大学生物生産学部の稲部と申します。で私は、反数動物、牛とか羊とかヤギとかですね、胃が4つあるような草食動物のことを言いますが、その反数動物の栄養生理学を専門に研究を行っています。具体的には、反数家畜、乳用牛や肉用牛といった、反数家畜の生理内分泌機構を解明し、そこから得られた知見を応用して新しい、牛の飼い方、飼養管理技術を構築するといったことを目的に研究を行っています。で私の研究では、こういった子牛を用いることが多いんですが、この乳用牛、肉用牛の子牛というのは非常に病気にかかりやすくてですね、それによって発育が停滞したり、最悪のケース死んでしまったりといった形で、生産農家の方々の経営を圧迫しているという現状があります。で具体的には少しお話ししますと、乳牛、肉牛、生牛も含めた、全体の死んでしまう頭数の中でこの子牛の死亡頭数の割合が、非常に多いことが知られていまして、3ヶ月齢以前の死亡というのが、全体の4分の1以上を占めるということが報告されています。でまた仮に廃用に至らなかったとしても、重度の下痢症等の疾病を経験した子牛というのは、初産時の乳量が乳用牛の場合は低下してしまうといった問題点も指摘されています。このようなことから子牛の管理というのは子牛の健康や発育そのものだけではなくて将来の生産性までも決定づけるほど重要であると言えます。で私の研究は、このような課題を解決することを目的に行っているのですが、その研究の中で消化管の発達に着目した研究というのがあります。で消化管というのは食べたものを消化吸収する場所ですので、消化管の発達が良好な子牛というのはたとえ同じ餌を与えていたとしても、効率よく栄養素を吸収できるので発育成績が良くなったりします。でまた消化管というのは、外部からの病原菌であったり毒素といった体に害のあるものの、体内への侵入を防ぐという役割も持っています。でこれを腸管バリア機能というんですが、消化管発達が不十分な子牛というのはこのバリア機能も低いの弱いので、病気にかかりやすいと言われています。では、消化管の発達をどのように、促してあげればいいのかということを考えたときに、GLP-2 というホルモンに着目しました。で GLP-2 というのは、消化管から分泌される消化管ホルモンの一種でして、腸管上皮発達の促進や、あるいは腸管バリア機能を高めるといった効果が認められています。したがって、GLP-2 の分泌を、促進するような飼養管理技術を構築することができれば、子牛の健全な発育を実現できるのではないかと考えて、いくつかの研究を、これまで行ってきました。でまず最初に明らかにしたこととしましては、このような牛とかの反数動物の GLP-2 の分泌は短鎖脂肪酸の一種である酪酸によって強力に促進されるということを明らかにしました。でそこから発展して酪酸製剤を飼料に添加したり、あるいは酪酸の消化管内部での酸性を高めるような飼料を子牛に給与することによって血中の GLP-2 濃度が増加するということが明らかになりました。でさらに面白いことに、血中の GLP-2 濃度が高かった子牛というのは下痢症の発症日数が低下していたり、また小腸の重量が増加するということも明らかになりました。これらのことから GLP-2 のようなホルモンに着目して消化管の発達を促してあげるという戦略は、子牛の健全な発育を実現する上で非常に有効であるということが分かりました。でこのような反数動物を研究対象に扱うことの魅力としまして、反数動物というのは草だけで生きていけるように独自の進化をしてきた動物です。でその中で、反数動物は胃を4つ持つという選択を選びました。でこれによって草を効率よく消化吸収できるようになりました。で胃を4つ持っていて、我々胃を1つ持つ単胃動物とは消化吸収の様式も、大きく異なりますし、当然それに伴って栄養代謝のメカニズムというのも大きく変化しています。でまたこのような同じ哺乳類なんですけど、反数動物というのは、単位動物と比較して、研究例が、比較的まだ少なくて分かっていないことも多い動物になります。ですね、そういった意味で研究のしがいもありますし、
学術的な面白さがあります。でまた、我々の研究というのは生産現場への還元、つまり社会への実装を最終的なゴールに掲げて行っています。ですので、仮に皆さんが広島大学に来てですね、行った研究の成果というのが将来的には社会に実装されて生産現場等で役に立っているということも当然あり得る話になってきます。広島大学はですね、酪農や畜産を学ぶ上での最先端の充実した設備を備えています。でもし、畜産や食料生産に貢献したいという思いを持っている学生さんであったり、あるいは単純に動物が好きという学生さんでもいいと思いますが、興味のある方は生物生産学部に来て一緒に研究できればと思います。待ってます。